さあどうもフリッチです。今回もアサシンクリードシンジケートやっていきたいと思います。とりあえずホワイトチャペルを制圧するっていうところですよね。ギャングをまとめるような感じです。これなんだ、犯罪を止めるっていうことだね。さあ貴婦人逃げるんだ。こいつらは一切関係がない。群衆イベントか、なるほど。スキルが触れるね、2個触れる。これ触れ前振ったけど、自動的に探る、あいいね。さあまあ今おレベル2だいぶ増えたな。2個いるとかあるんだね、なるほど。まあいいや。さあとりあえず解放ミッションやっていこう。前回のが多分一番難しかったんじゃないかな。それくらいね、なんか辛かったね、前回のミッションは。まあ、今作なんて言うんだろうね、敵を馬車でね、捕虜にできるっていうか、連行できるんですよね。それをしたんだけど、かなり難しかった。買い物しようか。OK。ここの上なんだ、路線か、線路か。だいぶ現代ですよね。もう今のは無理があるだろう。テンプル騎士狩り、エリアに侵入してターゲットを暗殺し脱出する。あやべ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 。バレてるね。まあとりあえず殺しておくか。来いよ。暗殺。あ、やっぱバレるのね。あ、本当だ、自動的に探りましたね。外にいる邪魔なやつをまず殺すとして、中に入るのは上からでいいかな。いかんせん武器が弱いんで全然死なないっていう。そうか、アサシン暗殺した場合のみか。登れるこれ。兵をやり過ごせ、中に入るしかないのか。ダメだ。人の無機的に言うと逆から入んないとバレるな。逆側行こうか。行けそうにないな。上に行った方が早いんじゃね。あ、なるほど。とりあえず人数の確認だけしとこう。ロンドン中のブライターズが完全武装できる。特定する。ハリロド・ドレイク。いません。よし、ではダイナマイトを配送しろ。慎重にな。わかりました。ダイナマイト、ダイナマイトの箱でターゲットを始末か。やべバレる。生まれてきたこと。OK。 ダイナマイトの箱なんで爆発するんでしょうね。それをまず探しておきたい。あのちっちゃい箱かな。とりあえず入ろう。あと1ダースほどです。そっち、あいつ遠くね。警官はいません。気づいてるかな。逆、危ない。うい。さあ残り2人。
口笛がやっぱり一番有能ですね。さあ来た、おスキルポイントちょっと振らせていただこうか。何かね、もっと戦闘面で、戦闘面アサシン面で、あ威嚇いいですね。ただ2個必要なんでまだ無理か。近寄れ近寄れ。まずはね、物の確認、あの箱かな。出て、あ無理だ。あいつがね後ろ向いてくれるとありがたいけど。配送する荷物は残り何箱だ。あと1ダースほどです。素晴らしい、もうすぐロンドン中のブライターズが完全武装できる。ちょっと待とう。警官はいません。よし、ではダイナマイトを配送しろ。慎重にな。動かないんでね。わかりました。無事にブライターズの元に届けねば。点火する。失敗は許されないぞ。多分箱にナイフ投げれば爆発すると思うんだよな。無理だな。丸長押しで点火。ああなるほど、タイミング分かりましたね今。あいつがもう一回話しに行くんで、そこを狙ってあと1ダースほどです。点火して運ぶ。素晴らしい、もうすぐロンドン中のブライターズが完全武装できる。爆発する。あすごい爆破量すご。逃げるだけなら簡単だろう。さあ結構な爆発でしたね。達成。ヘンリー・グリーンの有効度が上がった。テンプル騎士狩り完了。あと2つ、残り2つはジェイコブでやろう。馬車借りようかな。なんだ俺、拠点は最後ですよねやっぱり。裏書きを捕まえる方法っていうのが簡単そうだ。乗っ取る。待って、馬がね2頭いると1頭より速いらしいですよ。そうこれ何なんだろうな。ここは何。こんにちは、やっと会えたわね。ここはバビロン工事。ここでは町を偵察して子供たちに自分の力で生きていくための方法を教えているわ。クララね、ミスターグリーンから協力できるって聞いたけど。情報を提供する代わりにちょっとしたお願いがあるの。ああどうぞ。お前らに金は全部すられたけど、ちょっとしたお願いくらい安いもんだ。町にある工場のいくつかはどこもほとんど子供だけを働かせてるの。わずかな賃金で長時間働かされて工場の外へ出ることすら許されてない状況よ。ひどく苦しんでるわ。その子たちを助けて。ちょっとしたお願い。お礼に情報を提供するわ。明らかに必要なんでしょ。おいちょっと待て。次の予定があるの、返事を聞かせて。分かったわ。では交渉成立ね。ずる賢い子供たちですね。何すればいいの。倉庫に到達。 OK。 さあ産業革命の時代なんで子供がね安い賃金で働いている、その労働がねまだ整ってないような時代ですよね。なのでってことなんだろうけど、あいつバレたくないな。さあ敵の拠点だね完全に。何すればいいの。自動解放。工場に侵入し悲惨な状況になる子供たちを救出。やばい。どうしようあいつ。さあ提携を確認。
敵の数は合計1じゃないな。おい来い、こいつなら別にいいだろう。さあ1人目で、奥に1人、奥に1人、奥に1人だけ、1人だけで、警報をね、警報なんか取れるんだよね。まあいいか、とりあえずバレなければ警報ならない。うい、いやあ子供たち静かにな。ありがとう。なんかさ取れなかった、無効化ができるんだよね。そっか、鉛を取り除けば何もできない。あいつを殺す。リーダー、リーダーあらゆる場面で重要な人物で戦闘能力も高い。へえ、戦闘のリーダー的な感じや扱いかな。撃てば死ぬんだろうけど、いいか。あいつ一人だけじゃないよな。ひどいやつらだ。どうしよう、難しいな。じゃああいつ、ついた。どうしような。向き的にむずいんだよね。撃つ。まあいいや、上から行こう。動かないんで。で、あのリーダーの背後を取るしかないかな。OK、発見。道はあったな。ああ、作戦はもはや考えついている。まずい、作戦失敗だ。隠れられない、しまった。まあいいや、リーダーどこだ、リーダー来る、リーダー殺せば終わるんだな。はい、リーダー死んだぞ。リーダー死んだのにな。なるほど、恐怖するだけで戦闘やめないのか。さあやはりジェイコブにしてよかった。痛い、戦闘が強いジェイコブ。おいおい、で撃つ。危ない、子供たちは解放しないとね。さあ今作から女兵士もいるんだな。なんでなんだろうね、ギャングには女がいる的な。リーダー全然お金持ってないな。もういいぞ、助けに来たんだ。本当に感謝してます。あれ戻りすぎた。こいつら何。静かに、助けに来たんだ。ありがとう。扱い的に子供は使用人、雑用かで、大人たちが他の仕事をすると。グララオディ、あの子供と仲が良くなったね。さああと一つ、縄張りを取るのみ。自動解放完了。あとこれ、これが多分一番厄介なんだよな。味方連れていけないかな。まだ味方じゃないと。この緑点味方でですね、後々連れてけるんだろうけど、まだ無理なのか。そういうスキルでもあんのかな。ディフェンス、スカベンジャー、鷹の目、ステルスが 7増加する。ステータス式なんだ。ルークテイクダウン2が多いですね、この下になってくると。スレイヤー1、さあ行こう。
さあ上から見るのは定石。ブライターズのならず者全員排除し、彼の拠点を制圧してルークスの縄張りを広げる。ああなるほど、ルークスっていうのはこいつらのギャングですね。2人、ちょっと待ってよ、これね、ちゃんとやり方を考えていこう。私がやるわ。エビーの鷹の目は壁の奥も見渡せる狙撃兵。なるほど、あいつからやった方がいいな。ライフルは危険ですよね。こんだけ少な。あーまだあいつついてないな、奥にいた、消えたな。どうやって行こうか。どうやって行こう。降りて登る。増えた。あいつをマーク、よし、OK。なんか捕まってる人。この真下にいるな。上から暗殺できないかな。よし。こいつ死んだらもう終わりだろう。1スキルポイントを入手。あ、青ゲージってそういうことか。スキルポイント溜まるとスキルポイントがもらえるんだね。やっと理解した。さあもう一回上に行こう。下に2人いるな。イーグルダイブ、バレンイーグルダイブ。さあ迅速で、もう一人入れると。10人いるの。出てこい。10人。あーまだいる、奥に1人、狙撃兵、一般兵。判明してる数が今5人、なんで2人判明していないな、一番。大丈夫これ。よし、ちょっと待って。さあ OK。 あまだいる、こいつが主か、見張り。ああなるほど、いろいろ種類あるんですね。あいつは増援を呼びに行く石膏見てねつか。しまった。すいませんすいません。今ね、横に完全にいたんでバレてもおかしくない。さて、まずはこいつですよね。どこにいんの俺。中にいるね。中か、難しいな。降りる。あいつ殺すか、あいつを殺そう。大丈夫大丈夫。くそったい。はい、オッケー。ああしまった、そっち階段が、階段がない。どうなっているんだ。あれ、女が侵入した。割れてないな。捕虜のクリーンカーズを解放して守る。守る。クリーンカーズっていうのは味方のギャングのことですけど、味方のギャングっていうのもおかしいな。味方になるギャングかな。あそこにいるね。殺すか、あいつをまず。カモン。あいつやればあと2人。
上がってくるのこいつ見えない。あ、そういう感じね。クリンカーズどこにいる？ギャングを味方につけるのもありか。お前か。どうやってやんの？あ、これでいいの？ああ、名前知ってんの？華麗に殺したい、ね、味方につけるのもありか。どうやって？終わりましたね。目標達成。この旗はもう古い。ボスマーク。ギャングウォーズがプレイ可能。ギャング同士の抗争みたいなものですね。どこにあるのこれ。ちっかいな。今回これで終わりにしようかな。あ、もうできんの。弟と一緒に派手な動きをしているようだな。やりすぎには気をつけろよ。あなたもね、ミスター・ケイロック。そりゃどうも。変えて、弟に変えたい。あ、どっか行った。あれがロープか。戦闘中無理だよね。違う、セーブ中か今。なあ、変えて。おらおら。こいつは任せて。人数が多いな、こっち。最近どう？何人いる今。対決すると言われまして、あ、今のなんだ、前哨戦みたいなものか。ならばまあいいか。このままで終わらしてやろう。さあ、さっき逃げていったやつとの直接的な対決でしょうね。お、来たか。ホワイトチャペルを手に入れるにはここの悪党たちが邪魔だ。ケイロックの定めた掟で縄張りは抗争によって決まる。なるほど。ほら、これは君たちが持っていた方が役立つだろう。なんだよグリーンちゃん、アサシンのクリスマスか。ふん。仲間を集めて。なんだこれ、武器、装備の拡充。より高いレベルに到達すれば優れた武器、装飾品、衣装を装備できる。 OK。 今からくくりレベル4。今2なんで剣意ソードか。あった、くくり変えればいいの。 OK。ミスター・レクスフォード・ケイロックが条件を飲んでホワイトチャペル駅で待ってる。この勝負に自分の列車をかけるそうだ。どこにいるの、ケイロック。これでおびき出せるかもね。どれで？こいこいこい。あのハゲナイフ持ってる。みんな銃撃ちすぎじゃない？お、なんだ？逃げたな。追えばいいの。いや、どっち追うんだ。あ、全然遅い。乗り込む、乗り込み成功。
さあさあさあ、痛い。おっと、やれなお前強っ。はい、スタンさせて。うわー、やばいやばいやばい。ここからもあれですよ。おー、終わった終わった。お、奪うんだね、これを。壊れてるみたい。ま、列車があるだけよしとしよう。中を見てみるか。死んだ。ホワイトチャペルはもはやブライターズの支配下にはない。私たちの仲間になるなら今がチャンスよ。スターリックとその殺し屋に対抗する者なら誰でも歓迎する。デブのわがままでこれ以上バーサを酷使するなら身投げしてやるわ。ケイロックならもういないぜ。あら、どうも可愛い子ちゃんたち。あんたたちは誰？エビーフライと弟のジェイコブフライよ。はじめまして、アグネス・マクベインよ。よろしく。昇進できると思ったのに無職になったみたいね。なら雇うわ。スクラップよりマシな給料は払えんの？何言ってんだか。少なくともスクラップは払えるぜ。はあ、そういうことならこのアグネスと機関車のバーサはあんたたちのもんになろう。私は隣の車両にいるからね。列車を隠れ家に。それはとてもいい考えだね。そうね、思わぬ収穫だった。さて、ここから手がかりを追って。ジェイコブ、ふざけないで。こいつが治るまでは何もしないぞ。それならちょうどいい人を知ってる。頼りになるな、グリーンちゃん。さあ、これでホワイトチャペルのギャングたちは仲間になったということですね。さあ、アグネスと話す。この町じゃちょっとしたお金なんてすぐになくなるの。お金があったら何ができるか考えてみて。金庫にインタラクトする。これか。集める。ロンドンを建て直すって言ってたわね。今がそのチャンスよ。あの地図に昔馴染みの人たちが描かれてるわ。ちょっとお金を分けてあげれば手伝ってくれるわ。手遅れになる前にみんなを救えるわよ。誰よ。あ、何これ。あ、ギャングのアップグレードができるんだな。まずこれ、薬市場かな、市場か、市場。あ、瞬時に回復できる。さっきの場面で使えるようなアイテムですね。あと全部金でやんの。グローラーの人気より高まり、ロンドンのストリートの人気も高まる。リトルルークス。ああ。警察への賄賂。犯罪行為の一部に目をつむってくれる。いいね。馬車の劣化、相手の馬車を下げる。無理だな。ルークスの紹介兵かな。何それ。銃を多用するタイプね。ルークスライダー。ルークスに馬車を支給。あー、ルークスに訓練。レベル5になる。レベル5になる。強っ。
闇市場との提携、パブの回収、あ、30分ごとの収益500増加させ、あ、いいですね。材料買わないといけない。よくわかんないな何これ。イーストか。ここら辺はゲーム中に集めるのかな。訓練をまずしようか。ルークス訓練、一斉射撃、もう無理だな。仕事の話はおしまい。ミスターグリーンが誰かに会ってほしいって言ってなかった？何これ。ランベス、言論の自由。こっちは何？ T って何だ。協力者ロバート・トッピング。どこ、ちょっととりあえず出ようか。ここ列車がよくわかんないまあ線路走るか。さあ列車の隠れ家に戻って収益などを、確認ができるんだよね。30分後とか。お敵だった。直接相手をしてやる。まあいいや。リアルだな列車。じゃあこいつらを始末して今回は終わりにしようかな。レベル3になってる。大丈夫かい。さあじゃあ今回はここまでにしたいと思います。